桜井よしこです。自民党は総裁に石破茂さんを選びました。決選投票で各議員の投票行動はどのようになったのでしょうか。今夜は特別番組でお伝えします。まずゲストをご紹介いたしましょう。政治ジャーナリストで千葉工業大学特別教授の石橋文人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして産経新聞特別記者の有本隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。元フジテレビの解説委員の平井文雄さんです。よろしくお願いします。そしていつものように私のパートナーです、はい、月刊花田編集長の花田和義さんです。いやいや今日はずっと皆さん緊張して、もう私なんか決選投票の時もねドキドキしながら見ていたんですけれども、このような感じになりました。その前に今日はですねちょっと長丁場ですので、どういう手順でこの番組をやっていくかをご説明いたします。第1部と2部に分かれます。第1部、石破政権で日本は大丈夫か、議員票はどう流れて逆転勝利に石破さんになったのか、自民党はこれから分裂しないのかするのか、結局派閥が動きましたね、そして石破内閣を予測するということで、これだけの後に第2部で自民党はどうなる、日本はどうなるということに議論を持っていきたいというふうに思います。まずこれがですね、石破さんが選ばれた瞬間です。この瞬間を見て皆さん中継をずっと見ておられて、花田さん中継してらしたんでしょ。中継見ながら番組やってたんですよ。やってたんですね。それまですごく盛り上がってたんですけど、はい、一気にお通夜になっちゃって、うん、もうみんな喋る人も言葉もあんま出なくなっちゃって、自然と番組が終わりました。自然と終わっちゃった、もう本当に残念でした。そうですね。石橋さん、今回石橋さん、私今までずっと石橋さんのこの政局分析というのはもうこの世で一番信頼があると思ってたんですが、いろいろと外れました。そしてこういう結果になりました。外しましたね。うん、どうでしたかこれは。いや、やっぱ天の声にも変な声があるっていうやつですよね。うん、うん、僕はねやっぱり岸田さんがちょっとけしからんと思いましたね。石破さんが勝った瞬間におーってなんかどよめきが上がったじゃないですか。で拍手が少なかったでしょ、うん、最近の総裁選であんなに拍手の少なかったの初めてですよ、うんうん、なぜかというと、うちの取材、うちの富士の取材によると、岸田さんは高市以外に入れろって言ったって言うんですよね。あ、そう、うん、高市以外、以外、小泉さんでも石破さんでもいいから高市以外に入れろ、高市さんが嫌だったんですよ、そういうネガティブな選択で、決めてるわけ。それみんなやっぱ分かってるから、気持ち悪いんですよそういうのって、だって総裁って自分のしたい人をさせるもんでしょ。もっと前向きに考えてくれないとね。本当岸田さんってセンスないなって思いますね。そうですね。リーフレット問題も総裁自ら大騒ぎして、そうなの、総裁だ、岸田森山でしょ、大騒ぎしたの、都会と、しかも岸田さんはさ、その第三者みたいなふりして、こうやって自分で最後キングメイキングしてるわけですよ、だったら黙ってなきゃダメですよね、あんなこと言っといて、で自分はちゃっかりねキングメイクして、多分ね、多分知らない人は岸田さんがシンキングメーカーって言うんですよ。誰が誰を支持したんですか。まあ、大きい塊は、はい、まず小泉さんのところの票ですよね。小泉さんは70議員票、75票取ってます、ね、でそれがかなりいってる感じがしますよね、まずね。小泉さんということは菅さんと、ですね、武田良太さん、2回と、そのあたりからかなりいってる、はい、あともう一つは岸田さんのところから、林さんと上川さんの票が、まとめていってると、はい、あと その茂木さんとか小林さんとかは多分ばらけてるんだと思うんですね、そう、平成権の参院は特に、石破さんの方に行ってると思うんですね。あ、そうなんですか。茂木派か、茂木派、ね、だけど茂木さんの衆院の方は高井さんの来てるやつがあるので分かれてますね。もう一回言って。茂木派でも衆院の方は高井さんの方に来てる票もあるらしいんです、はい、だからばらけてるんです茂木派なんかは、でも塊で多分来てるのはおそらく岸田派と、小泉系の2つが大きな塊で、そのまあ大きな塊として高市さんを支援したのは麻生さんと見ていいですか。じゃあ麻生さんのとこにも河野太郎いるからね、うん、河野太郎たちまで乗るかと、だから結局
前回の小石川のメンバーが小石川で集結したと見た方が普通じゃないですか、うん、なるほど、うんうんうん、で一つはまだ麻生さんが、うん、高市支持で1回目から行けという指示を出したと、はい、いう情報が昨日の段階で漏れてね、で産経新聞の一面に載ってましたね。これ漏れるとね、うん、態度を硬化させるのが、うん、多分武田良太さん、これ地元で徹底的に敵対してる、うん、それと、はい、菅さん、高市、麻生さんが乗った瞬間にますます高市じゃダメだになりますよね。うん、どうしてそういう情報が漏れちゃったんですかね、うん、それは嬉しくて話すやつもいるし、うん、嫌だから話すやつもいるから分かんないですよね。なるほど、うんうん、その情報を漏らしたということ自体が戦術的なミスというか、まあ、漏れちゃったからそんなに早い段階に言うべきじゃなかったかもしれないしね。なるほどね、うんうんうん、まあ、だけどね、漏らして流れを作る場合もあるので、うん、そう両方ありますね、分かんないですよ。分かんないわね、うん、本当にね、うん、この場合は流れを作るというよりも反対勢力を結束させちゃったということになるんですか、ね、結果的にね。でも僕はあのニュースを見た時に、あ、これは流れができて、高市さんの方に来る人がいるんじゃないかなと思っていたら、1回目の投票で高市さんが党員票が多かったんで、あ、これは勝ったと思ったんですよ、うん、勝ったと思った、流れが来てると、うん、はい、でもそうじゃなかったんですね、だからちゃんとその向こうは準備してた、向こうっていうかね、うんうんうん、小泉陣営はそれを早くに情報を得たんで、うん、ちゃんと手当てをしてたんですね、きっとね。その辺はやっぱり読みが深い人たちが向こう陣営にいたってことですかね、うん、読みが深い人っていうのは結局菅さんと武田良太さんということなんですか。というかね、この数日前からもうその動きは あって、決選投票大体高市さんと石破さんになるっていうのはもう数日前からみんな大体分かってだろ、うん、だからその動きはもうすでにありまして、うん、で高市さんたちのともちろん陣営も決選投票に備えていろいろこう説得をしてたんですけど、はい、まあ、見積もりが200ちょっとぐらいにいくというのをやってたんですけど、実際170、ですね、何秒かで13だから、まあ、21足して130少なかったというふうに陣営の人は言ってましたね、だからそこは甘かったと。うん、この2人が立憲民主と自民党の、まあ、2人代表になるわけで、すごく馬が合うような気がするんですね、うん、でそうなるとこの立憲民主とこうくっついていって、その結果自民党にひびが入ってしまって、いやそれが僕一番問題だと思う、ええ、石破さんはね何にもない人だから、うん、ではっきり言って親中でね、うん、保証を偽ってるけど親中、うん、で女系容認で、うん、バックが財務省ってこの二人一緒なんですよ。ある日突然ね、うん、この二人の投資がピッて入れ替えても誰も気づかないかもしれないとなんか 見た感じも似てるし、ね、見た感じ似てますね。でも何がまずいかって言ったら、はい、例えば今までの路線は憲法改正をやるために、うん、ね、公明党ついてこれないんだったら、うん、維新と国民と一緒にやりますよと言って公明党を揺さぶるような形になったのも、うん、はいはい、ね、例えば 来年の参院選やばいなとか ね、うんうん、ね、自民党が負けそうでやばいという時に、うん、石破さんは大連立に走る可能性がある。大連立、うん、ね、一時期某読売新聞の安倍さんが仕掛けてね、うん、まさに大連立それやってたの野田さんじゃないですか、当時民主党でね、うんうん、ね、それやったらね、うん、本当にね自民党はね壊れますよ。あの時大連立に結構その当時は野党自民党の谷垣さんとかグラグラしてたけど、うん、安倍さんだけは絶対ありえないと、うん、旧社会党の連中とくっつくのは絶対ありえないと言って強硬に反対してた、うんうん、でもだから政界の枠組みを変えようとした時に、うん、その大連立って選択肢が本当にある。で一番それがねやりそうなのが、うんうん、財務省なのよ。財務省だって野田さんのバックはみんな知ってる通り、はい、この方ですね、勝英さん、勝英二郎さんですよ、懐かしいね、応募の時間のね元財務次官、はい、で石破さんもバック財務省、うん、だから突然ね総裁選の最中にで金融資産課税の強化をすると、うん、言いましたね。これね実は岸田さんが、うん、ちょっとね、最初言って失敗した、慌てて引っ込めた、取り消した、うん、ね、このこれもう財務省の影丸分かりじゃないですか、うん、ちょっと出しては引っ込めんだ、そうっていうかね結局安倍さんがだんだん財務省と対立しだすじゃないですか、ええ、
そしたら財務省っていうのは反安倍勢力に行くんですよ、うん、はい、まあ、派閥がねなくなったっていうけど結局派閥の論理でだってもう宏池会大好き宏池会ラブの人なんで、うん、だけど自分が戻って宏池会を仕切りたい、うん、林じゃなくて自分が仕切りたい、うんうん、一見ね新しい自民党だから自由に出ていいんですよって、うん、自由に見えるじゃない、はい、でも最後にそうやって派閥の論理で票を動かしてたわけでしょ、うん、全然新しい自民党じゃないですよ ね、 それね、なるほどね。石橋さんどうですか、このねあの9人の方たちが出ました、出たけれども全く変わってないねということについて今派閥という切り口で話をしてるんですけども、ここから自民党はどういうふうに変わっていくというか、まあ変わらない、本質的には変わらなくても形の上でどういうふうに力を再編成していくと思いますか。いやだから派閥解消したから麻生派以外、うん、新しい派閥がこれできようとしてるんですよ、うんうん、ミニ派閥の方がですね、うん、これがね、うんうん、で当然岸田さんはね林さんライバルだから全部持っていかれるの面白くないから、うん、上川さんやったから宏池会2つに割れたわけですよね、うんうんうん、麻生派入れたら3つに割れてる、うん、で茂木派も加藤さんと茂木さんのところで割れて、うん、実は大渕さんは、ね、斉藤健を押そうとしてたから3つに割れてるんですよね、うんうん、なるほど、はいはい、で小林さんのバックにいるのは福田達夫さんじゃないですか、うん、だから清和会の若手を束ねて新しい清和会を再興する目を作りたかったんじゃないですか、うん、それは小林さんが、それとも福田達夫が、それは福田さんに決まってますよ、うん、なるほど、うんうんうん、小林さん二階派だから関係ないしね、うんうんうん、と小林さんはうまく使われたわけ、うん、だでしょ、うん、なるほど、うん、だって小林さんってね世襲じゃなくて、うん、保守であることを売りにして、うん、バックにいるのはね、福田さんとかの1回から4回戦までの世襲 の、 、ね、うん、はい、議員軍団が謎のネットワークがあるんですよ、彼らを推したっていうのはそもそもその違うじゃんっていう話でね、すごい皮肉です ね、しかもリベラルっていうね、うん、皆様ご存知ですか、もう今週の出来事という特別番組が始まっています。なぜこの番組をするようになったのか、私自身の経験に照らせば、私昔は全然ニュースのことを分からなかった。でも本当にいろいろ読んで、ニュースの何て言うんでしょうか、内実が分かるに従って、世の中のことが本当に見えてくるようになりました。そのための今週の出来事です。皆さんも共有してください。毎週土曜日ホームページで言論テレビの会員の皆様に配信しています。ご覧くださいね。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある、そうです、中国が確実に覇権主義に走っている、 そうです、その中で日本国が一体どうやって生き残るのかとい う、 そうです、もう最も深刻な問題を突きつけられています、そうです、その時に問われるのは私たちがこの国をどのような国にするのか、はい、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか、一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円、または1年で11,000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳
詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組、キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所を公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。